ただいま。今日は、家族が宮崎から東京に来たのでディズニーランドに来ました。めちゃめちゃウィークデーの午前11時ぐらいなんですが、人多い。これ見て、これディズニーランド初めてなんです。1982、3年にできたんじゃないかなと思うので40年ぐらい経ってると思うんですが、ディズニーランド生まれて初めてです。駅までは、舞浜の駅までは来たことあるんですが、この中に入ったのは、入るのはこれ生まれて初めてです。もうすごいね、一晩ウィークデーで。ここはディズニーランド入り口のみたいですね。入り口、あっちか。なるほど。えらいことになりましたわ。というのが、これウェブでしかチケット売ってないんですって。現場は売ってないんですって今。これでウェブで予約をしなきゃいけなくて、今日はもう売り切れ、チケット売り切れらしいですわ。そんなのあるの。はあ。でディズニーシーの方はちょっと空いてるかもしれませんが、ディズニーランドはもう完全に売り切れ。開く？えらいことになってます。今アプリで検索してこれキャンセル待ちっていうのをしてるらしいんですが、それが2名様。うちはね家族4人なんですよ。で2名様しか今入れないということです。知らなんだな。で今知ってるけども、ここに来たらキャンセル待ちが出るんじゃないかということで、そういう方もいらっしゃるらしいですわ。わからんもんやね。現場でチケット買えると思ったんですけどね。これ見てくださいよ、人。ウィークデーのお昼ぐらいなのにすごくないですか。さあ、まあそれでどうしようかなっていうことで、明日来ようかっていうことで、明日の分を今、ウェブで予約をしているということであります。おもろいね。来てみらな分からんね、やっぱね。しかし人多いわね。これディズニーの方式っていう経済学上とか、ね、ではあるんですよ。利益率っていうのが日本一かな。リピーター率と利益率が日本一というとんでもないビジネスモデルですよね、ここはね。なんか今ですね、裏技があって、日本の旅行会社の外国版、英語のサイトがあるらしいんですよ。でそこっていうのは、英語を話せる人、通用する英語圏の人、まあ、外国の方ですよね、がそこから入って、そこに空きのチケットがあれば、その英語のサイトから買えるらしいんですよ。はあ、すごいことになってるね。でそれで今その英語のサイトから今、アプローチしてますわ。いやー、そういう裏技、係の方がすごく親切に教えてくれて、でこういう、まあ、裏技っていうか、こういう英語のサイトからも、もし空きがあればそこからアプローチできますよということでしたので、それを今チャレンジしてます。はい、ということで今ですね、英語のサイトから入ってます。英語のサイトの向こうの主催者の方の、チケット仲介者かな、返事待ち、メールの返事待ちをしております。いやー、しかし、ないというわけで、まあ30分ぐらいかかりましたが、なんとか入れましたわ。はい、海外のサイトっていうか、なんていうのかな、旅行会社の海外の枠というのを今回初めて経験しましたけども、なかなか大変ですね。全部英語、文章が全部英語。いやー、でもまあ入れてよかったですね。
ごい人ですわこれ。これがベイバンコクス。なんだろこの人混み。あーすごいよね。買うのに。セット3つですね。約セット3つ。シンデレラ城ですね。ちょっとギャッポーなーっていう感じですね。なるほど。怖いよこれ。ここから入ります。